全ラボ所長の坪洗いです。今日のテーマは一発やる前のドリンク剤の選び方です。男同士で飲み会になるとその後に夜のお店に行く流れがよくありますが、その際に誰かがガソリン入れましょうと言い出してコンビニでドリンク剤を買うくだりが挟まれることがあります。実際のところドリンク剤であれば何でもよくて、テンションが上がってその場が盛り上がれば万々歳なのですが、中にはムラムラする成分がきちんと入っているドリンク剤を探してパッケージをじっくり眺めてしまうという人もいると思います。そこで一発やる前に飲むドリンク剤の選び方のポイントをお伝えしますが、ポイントは2つあります。1つ目はパッケージに医薬品と記載されていること、2つ目は性ホルモンの分泌を促す生薬が含まれていることです。1つ目のパッケージに医薬品と記載されていることということですが、これはつまり体に何かしらの効果があると証明されたお薬であるということです。お薬は薬剤師もしくは登録販売者がいるお店でしか購入できません。最近はコンビニでもお薬を購入できる店舗が増えてきましたが、判別が難しいためドラッグストアに行くようにしましょう。ドラッグストアであれば間違いなく医薬品のドリンク剤が置いてあります。2つ目の性ホルモンの分泌を促す生薬を含んでいることですが、これは脳を刺激して強制的にムラムラさせる効果がある生薬が入っているかどうかということです。このチャンネルで以前ご紹介した6錠は性ホルモンの分泌を促す代表的な生薬ですが、6錠と同じくらい強力でありながら私たちの身近なドリンク剤に配合されているある生薬が存在します。それがイカリソウです。イカリソウというのは花が船のイカリに似ているという理由で付けられた日本での名称ですが、漢方の本場である中国ではにわかに羊がみだらになると書いて陰陽角と言います。実にいやらしい名前です。なぜ陰陽角と呼ばれているのかということですが、中国の古い書物によると四川省の羊が1日に100回も交尾しているので、一体何食ってんだと観察してみたらこの草をむしゃむしゃ食べていたことから陰陽角と呼ばれるようになったと書かれています。イカリソウは英語圏でもホーニーゴートウィードというそのまんまの名称で呼ばれています。イカリソウは中国では古くから天然の強壮薬として頻繁に使われてきました。そして科学が発達した現在、イカリソウに含まれる成分を分析したところ、性欲が増してムラムラする成分が本当に含まれていることが判明しました。それがイカリインとエピメジンです。イカリソウに含まれる非常に強力な2大ムラムラ成分です。イカリインは体内の一酸化窒素のレベルを上げ PD5 と呼ばれる酵素を阻害する効果があります。簡単に言うと勃起しやすくなっちゃって、さらに勃起が収まらなくなっちゃうというとんでもなくいやらしい成分です。 PD5 を阻害という言葉を聞いてピンときた方もいると思いますが、 PD5 を阻害するというのは実はバイアグラと同じ効果です。つまりイカリソウは天然のバイアグラと言えるのです。さらにイカリソウにはエピメジンという強力な成分が含まれています。エピメジンは脳に作用して性ホルモンの分泌を促す作用があり、男女問わずムラムラさせる効能があります。まさに美薬です。このようにイカリソウは天然のバイアグラといえる成分とオスメス問わずムラムラさせる美薬の成分を含んでおり、神のいたずらとしか思えないとんでもなくいやらしい草なのです。さてそんなとんでもなくいやらしい草であるイカリソウですが、実は陽明酒やユンケルなど近所のドラッグストアで購入できる商品に配合されていることがあります。特に1本1000円以上する医薬品指定のユンケルにはイカリソウが 1000mg 相当配合されているものもあり、一発やる前に飲む用途としてはコンビニで売っている安価なドリンク剤と違ってきちんと効果が見込めるということです。さてここまで一発やる前に飲むのにふさわしいドリンク剤として医薬品でイカリソウを配合しているものであることをご紹介しましたが、この条件に該当するドリンク剤には重大な欠点があります。価格が高いです。イカリソウを 1000mg 程度配合したドリンク剤はユンケルであれば小瓶で1000円以上します。ここぞという時にイカリソウのパワーを借りたい時には高額なドリンク剤でもいいと思いますが、もっと気軽にイカリソウのパワーを体験してみたいという人もいると思います。高額なドリンク剤に匹敵する量のイカリソウをもっと安価に体験する方法は何かないのかと思った人もいると思います。あります。それがこちらのバイタルミーのホーニーゴートマカです。750mg のイカリソウと 250mg の高品質なマカを一粒に配合した最強のイカリソウサプリです。一粒に1000円以上するドリンク剤に迫る量のイカリソウを配合しているにもかかわらず4ヶ月分が入って1600円程度で購入できます。
なぜイカリソウとマカが一緒に配合されているのかということですが、イカリソウは競争成分のある他の生薬を組み合わせることで効果が倍増するという特徴があるからです。通常は同じく医薬品成分である漢方の生薬を一緒に配合することが一般的ですが、医薬品成分ではないものの同じく大昔から競争剤として利用されてきたマカを配合した判断は合理的であり英断です。バイアグラのような即効性はありませんが、需要競争としての効果がきちんと見込めるサプリだと言えるでしょう。バイタルミーは海外のメーカーのブランドですが、日本の医療機関でも医薬品として処方されることがあり、非常に品質が高く安心できます。バイタルミーのホーニーゴートマカは高額なドリンク剤のパワーを気軽に毎日体験できる、一発どころか毎日やりたい人のサプリだということです。今日の結論です。全世界が認めたムラムラ薬草のパワーを体験してみたいという人は、今すぐ大阪堂でバイタルミーのホーニーゴートマカを購入し、毎日ムラムラしてワクワクする人生を送りましょう。本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございました。これからも精力剤に関する楽しい情報をアップしていきますので、チャンネル登録をお願いします。